ジャムローリーポーリー、あるいはローリーポーリープディングは、イギリス料理の伝統的なプディングであり、19世紀前半に考案されたと考えられている。剣で油やスウェットを含んだ生地を平たく伸ばして、ジャムを塗りたくり、ロールケーキと同じように丸めて、蒸し、あるいは焼き上げる。一般的に生地にはジャムが塗られるが、マーマレードや糖蜜、ドライフルーツを入れることもあり、過去にはベーコンを使う。 甘くないローリーポーリーも作られていた。しばしば古いシャツの袖で生地を包んで蒸し上げて今日したことから、かつてはシャツスリーブプディングの名前でも呼ばれ、その認めからデッドマンズアームとも呼ばれる。ビートン夫人の料理書では、ジャムローリーポーリーのレシピはローリーポーリージャムプディングとして載せられている。イギリスでは学校給食の品目として定着しており、イギリス人に 幼年時代を早期させる食べ物の一つになっている。作家のビアトリックス・ポターは1908年にこの歌詞の名前を冠した猫巻き、団子という絵本を書き上げた。作品内では屋根裏に迷い込んだ子猫がネズミの夫婦によってローリーポーリーにされているに解体されている。ありがとうございます。